皆さんこんにちは、ワダルグリビッシュです。今回は、プレイステーション2のゲーム、天下人信長編の続き、第5章をプレイしていきたいと思います。前回は、手取川の戦いで上杉謙信軍と激突しました。その続きになります。舞台は、二条城になりますね。では早速、進軍をしていきます。手取川の戦いで上杉軍撃破して、全国の武将たちに送られた上杉が、同盟国というかね、仲間になったという状況です。足利義昭の裏切りを示す証拠であった。躊躇なく信長は帰化の全武将に出陣を命じた。攻めるのは今日、二条城。足利義昭の居城であった。信長を迎え撃つべく義昭は二条城の防備を固めていた。堅牢な城と合わせ内を固めるは有名を馳せた三好衆、そして孫市率いる名打の鉄砲衆雑賀衆の姿もあった。どうした猿、おじけづきおったか。殿、これは武者震いでござるよ。よう言うたわ。さて将軍様、このような城ごときでこのわしを阻めると思うてか。はい、ではマップの方を見ていきましょう。まず清正が仲間になりましたね。加藤清正、あとは上杉軍から直江兼続、こちらは義昭ですね。まあ今にも、まあ小物感が漂っている、そんな姿になってますね。で、さらに細川藤孝。では舞台を配置しつつですね、義昭の捕獲を目指していきたいと思います。勝利条件、義昭の撃退。敗北条件は信長の討ち死にです。古井戸の存在忘れるべからずということなので、まあキーポイントになっていそうな感じがします。では舞台配置していきましょう。一旦と、そうだな、騎馬隊は配置しておきたいので、騎馬隊と、あとは清正が新しく加わっていると思うので、清正も配置しておきたいですよね。重騎馬隊の清正。直江兼続は連射隊ですね。福島正則は重装隊になっています。ではこれで出撃出陣をしていきます。天下は我がものよ。義昭はここ、まあ家系の、まあなんて言うんでしょう、罠というかトラップみたいなものが見えるのと、あと大砲という部隊がいるのかちょっと気になりますね。では早速ですが、ちょっとマップから確認しておきましょう。ここが、まあ、いわゆる城門ですね。で、大砲がいて、というところ。大砲が、まあ、ここにもあるんだな。で、雑賀衆もここ。で、三好の部隊ですね。まあ、ここはどうだろう。正面突破を普通に測っていくというのが良さそうですね。では、舞台を出撃させていきます。まずは、三輪長秀の舞台を進軍させていきます。
て光秀の部隊も進軍させましょう。ただその前にはですね、やっぱり勝家なんかをちゃんと前に配置して、まあ三浦長秀や光秀の鉄砲隊の護衛というところをね、しっかりやってもらいたいかなと。信長の先へと進んでいきましょう。信長のところには秀吉もつけます。あと数正は先端弾を持っていて非常に有効な部隊なので、これもね前線へと投入します。清正は、まあ、この際一挙に西賀州の鉄砲隊の撃破に向かってもらいましょう。半兵衛も同じく西賀州の鉄砲隊、これを狙いに行きます。では全部隊行動を開始となります。まず三好の部隊に信長がぶつかりそうですね。これはもうそのまま追っていきましょう。まあ罠だったとしてもこのまま信長が突き崩すというところをちょっと見たいですよね。信長ですが転進してちょっと西賀州の鉄砲隊の方に向かいます。竹中安兵衛も西賀州の鉄砲隊をまずは突き崩しましょう。秀吉だけは、ちょっとねこの T 字路のところで待機。信長がもう瀕死か。これはちょっと一旦本陣まで下がりましょう。信長がやられるとゲームが終わっちゃう。さあ敵城門を数正隊が突破しました。では一旦ですねこれ、細川藤高隊の重装隊に桜ん玉ぶち込みましょう。でこの間にですね細川藤高隊を一挙に撃破したいと思います。よって突撃も敢行、一気に藤高を撃破しましょう。勝家が三好隊をちょっと早めに撃破してもらいたいかなってことですかね。利家の部隊でここにある大砲をちょっとダッシュしたいかなというところもあります。で信長はどうだろう、戦力回復したので信長も、義明を狙いに行きたいと思うんですが、古井戸がどっかにあるって話でしょうね。古井戸の場所がちょっとはっきりわからないんですが、古井戸の場所を確認して抑えておきたいですよね。古井戸ね、ちょっと古井戸の場所が明確にわからないので、早めに足利義昭に肉薄しておきます。そうか、ここで火球を使っていくんだな。あ、フリードの抜き道より抜けるって言ってるな。そこがどこなのかがちょっとわからないんですよね。カズマス隊が苦戦してるという情報は分かったので、まあ、カズマスが今火に焼かれているという状況だと思うんですよね。
なので、ちょっと滝川和正は、非常にピンチの状況をどう、突破するかというところで、竹中安兵衛をちょっとこっちの城門の方に移動させます。清正も同じくこちらの城門へと移動しましょう。で、丹羽長秀に関してはですね、ちょっとここで矢を使って竹を使ってきている部隊を一旦混乱させておきたいですね。藤高の部隊に混乱をもたらしましょう。我が策で戦の本最強ぞ。お、松永久秀が現れたな。なるほど。幸いにも信長が近くにいたんだな。さて、信長が今ここにいて、絶対に逃がしちゃいけないのが、ここに義明がたどり着くといけないということなんで、全部隊、全軍ですね。全軍。これは、義明の捕獲へと向かいましょう。一気に緊迫した音楽に迫りました。あとは清正もですね、割とこの義明を捕獲しやすい位置にいるかなと思います。あとは秀吉も幸いにもいいところにいたので、これはまた、義明捕獲へと向かってもらいましょうか。はい。で、ちょっと心配なのが、本丸に突入した部隊たちですね。これがちょっと心配ではあります。大暴れしてもらえればいいかなと思いますね。ミナ隊なんかも苦戦をしているようですけど。さあ、では、ここで、信長が、まずは、短期で敵を迎え撃っているという状況なので、お家芸発動します。大輪国。一定時間攻撃力で2倍です。で、大輪国で、なんとか松永久秀、足利義昭、両部隊と交戦している間にですね、後続の、秀吉だったり清正だったり竹中安兵衛だったりっていったところをね、待ちたいというふうに思います。お、来たな。孫一が来た。孫一の場所がちょっとわからない。孫一の場所確認します。孫一はここか。ちょっと場所は遠そうですね。さあ、なんとか、秀吉と半兵衛が間に合いましたね。そしたら、信長は、孫一と、内通イベントがあるようなので、孫一のところにちょっと行きましょう。残りは秀吉、半兵衛、清正に任せておけば、義明も、久秀も撃破できるかなと。お、信長は離脱する前に義明を捕まえましたね。わしが勝つは世の必定。幸い信長が最初に損耗してしまって本陣で回復中に義明が近くにね、出現してくれたっていうのが要因としては大きかったかなと思います。
信長殿が久保様を捕らえたとはまことか、テルモト。戦国戻りました早馬、確かにそう伝えております。高影と元春を呼べ。わしも出る。おじい様、このテルモトもお供いたします。お主まで出張ろうて、誰がこの秋を守る。それにのう、テルモト、この老いぼれが信長殿と渡り合えるなど、天がくれた好機よ。おじい様、久々に血が騒いどるぞ。次の敵は毛利になりそうですね。信長、そなた、マロをどうするつもりじゃ。将軍様におかれましては、よからぬ者たちとのおたわむれ目に余りますれば、この信長おいさめに参った次第。マロを殺さぬというのでおじゃるか。義明公、あなた様を斬るは我が剣の汚れとしかなりません。信長、マロはどうしたらよいのじゃ。どこへでも行かれるがよい。あなた様はもう将軍でさえなきに、ご随意に。はい、というわけで、義明無事に捕獲できましたね。まあ多少苦戦はあったと思うんですけど、マップが、まあ、特殊マップだったというところもあってですね、まあ、一部の部隊に損害が集中してしまったのかなというふうには思います。半兵衛カズマスがレベルを上げています。モロバの刀、なんかちょっと怖そうな刀ですね。はい、では今回はここまでにさせていただいて、次回は天王山というところでプレイをしていきたいと思います。その次は本能寺になってましたね。